南青山で秋の味覚梨狩りの気分を楽しめるレストランが登場しました。安藤さん、お待たせしました。お願いします。見えてるよ。悪い梨から、こんばんは。見えてましたかね。表参道駅から徒歩3分のところにあります800リグリーズナポリタンピッツェリア南青山店にお邪魔しています。こちらはですね、こんな豪華なお惣菜やお肉などおよそ40種類のトッピングから自分で好きなものを選びまして、そしてこの脇釜で焼き上げる本格ナポリピッツァを味わえるお店となっているんです。いいですね。今ピザが焼き上がりました。今日はですね、あのマルゲリータ定番のピザの上に秋限定のかぼちゃや舞茸をトッピングしてもらいました。いや、秋の味覚が食欲をそそりますよね。こちらのピザはですね、800度という高温の釜で、そして90秒という短時間で焼き上げることによって中はもちっとしたまま、そして外だけカリッと仕上がっているそうなんです。こちらのお店でお食事を楽しんだお客さんにもっと秋を感じてもらいたいと今月末までのサービスが始まりました。それがこちらの梨狩り体験なんです。こういうことか。ネットに梨が入ってまして、はい、このフックにかかっているので簡単に梨狩り気分を味わえます。はい、でこちらの梨がですね、店頭でも売られていますケースイというブランドなんですが、酸味が少なくて糖度がとっても高いため甘みをすごく感じるそうなんです。茨城県産のブランド梨となっております。そしてこのケース、この店内でも味わえるドリンクなんです。こちら上に大きな梨が乗っています。ではこちらいただきますね。和梨のティーレモネードとなっています。いただきます。うん、酸味の後に梨の甘みが口の中いっぱいに広がります。そしてここに果肉も入ってるんですね。なので飲むと、梨のシャキシャキっとした食感も感じることができます。この梨狩り体験は開店から午後5時まで、先着30人までとなっております。南青山でお食事楽しみながら秋の訪れを感じてみてください。